5分しか遅刻してないわね。進歩したじゃない。4分32秒だよ。以前に見つけたあの古書に書いてあった、月にも忘れられた世界が隠されているはずよ。その世界を見られるのはメリー、あなたしかいないわ。確かにね、人間が集まって開拓が進む前に行ってみたいわ。月には不老不死の薬があるらしいのよ。不老不死ね。そうです、私が重い金に作れた。お黙りなさいカグヤ、軽はずみな発言は慎みなさい。地上の妖怪が満月の道を通り月の裏側へ侵入しました。その時はまた頼姫にお願いしますね。かぐや姫に追放の刑。やはりこうなったか、ササライ殿。月の都には一辺たりとも汚れを入れさせはしない。野郎ども、相手はたかが数十人、こっちはその数十倍だ。この戦もらったぞ。うまくいくといいわね、ゆかり。つなぎの時が来ましたわ。始終決壊。しかしまあ、この二人が生きてる時代ってのは何十年も後だぜ。